インパクトだったり距離感、力の入れ具合とかね、練習したい選手は、距離伸ばしていくと面白いかも。チャオ、元プロサッカー選手の三原直樹です。今日は1日5分でできるね、正しいフォームのつけ方っていうのをやっていきます。正しいフォーム、何のフォームっていうと、やっぱりね、サッカーでもそう、やっぱキックでもそうなんだけど、コントロールでもそう、やっぱりね、フォーム、形がね、すごい大事なんですよ。今日は簡単な1日5分でできる、まあ、正しい形の作り方っていうのを、のは練習法だね、練習法教えていきます。で、まあネットでも壁でもいいです。全然ですか、ネットでも壁でもいいんだけど、まあ一人でできるからね。そしたら壁打ちとかね、僕もよく小さい頃よくやりましたよ。壁打ち楽しいんですよ、これがね。またね、じゃあこの壁打ちのやつで、やっぱりこれも練習に生かしたいなっていうところ、やっぱ僕考えましたね、でこれやってください。で今日はショートバウンドって、みんなわかる？ショートバウンド、ね、ボールが、下について、上に上がる瞬間をずっとこの、まあ今日はネットでやるんだけど、まあそれをね、ショートバウンドでそうやってボールを、パスするような感じ、ネットにね、これをやっていきます。でこのフォームを身につけることによって、パスのフォームも良くなるし、あとはコントロールするときも、今日は同じとこね、意識してください。インサイドの真ん中、まあちょっとかかと寄りのとこだね、ここで、ネットにパスをするっていうのが、めちゃくちゃ重要なことになってくるから、今日はそのね、あえてショートバウンドやってます。なぜかというと結構難しいんですよね、この技術すごい難しい、プラスリフティングとはまたちょっと違う練習法なんで、まあこれを1日5分でもすればフォームだったり、しっかりそこ同じとこでボールを捉えることできるね。そしたらいいパスもいいコントロールもできるからね、今日はその練習法やっていきます。こうやってショートバウンドね、まあボール最初投げてもらってもいいし、インサイドでショートバウンドでパスします。パスします。でその時にやっぱり体が離れちゃったり強くしちゃうと、ショートバウンドで同じできないからね、いい。だからこの強さの強弱の練習もなるから、みんなこれ意識してください。いい、ショートバウンド、常にショートバウンドで、ちょっとこうやってね、当てるとこ一緒一緒一緒で、ボールやっぱ跳ね返ってくるときに、壁だったら結構、そのまままっすぐ戻ってくるパターン多いんだけど、ネットだとちょっとさ、膨らみの具合もあって思ってたところではなく変なところにちょっと戻ってくるときあるから、じゃあボールの中心でしっかりショートバウンドで蹴れるように自分の体勢を作ってください。ショートバウンドで上手くなってきたら、上手になってきたら、的みたいなものを作ってくれると、それだけでもパスの精度の練習になるから、まあ慣れてきた選手は、慣れてきた人はどんどんその的にパスをするっていうようなイメージね。 OK で、やっぱり同じとこで蹴れるとやっぱキックぶれないし、これも一緒、これもコントロール引く練習のフォームにもなるから、いい、マジ正しいフォーム、正しいフォームで、パスやキックするっていうのがすごい大事です。で、さらに優しいボール、今みたいにショートバウンドでふわーんってしたボール投げたいときにちょっとやってんのが、グッて持ち上げるのね、この自分の足を。そうするだけでボールがグエッ、かなり上がる、ね、そしたらふんわり、かなり優しいボール、まあ、ふんわりボールとかね、たまに言うかもしれないけど、まあ、ふんわりしたボールがショートバウンドで返ってくるよ、ね、まあ、これも高い技術の一つなんで、まあ、慣れてくる選手はもうそういうこともどんどんチャレンジしてください。ショートバウンドで同じとこで、やっぱりフォームも見て、やっぱり軸足もさ、しっかり軸足も常に動いて、ボールによってやっぱり軸足をセットする、姿勢もまっすぐね、当てるとこも一緒っていうのを1日5分だけ続けると、やっぱりこれだけでもパスの精度だったりコントロールする前の、形作り、そういう練習なんで、まあ、基礎的なこと、まあ
つまんないかもしれない。基礎的なことって結構ね、まあ、つまんなかったり、まあ、退屈だったりするけど、いかにこの練習を楽しくするか、まあ、的作ってみたりねするのでも、やっぱすごいちょっと楽しくなると思う。そういう要素増えてくるから、まあ、楽しみながら1日5分ボールコントロール、パス、そのフォームを、フォームってめちゃくちゃ大事だからね、本当にね、キックにしろ何にしろやっぱ形、フォームっていうのはすごい大事になるから、まあ今日は1日5分でフォームのね、フォームを良くする練習方法、まあこんな感じです。ちょっと悪いというか力入れちゃうといい別になんか練習ではあるんだけど、まあ違うね、けど今日はしっかりフォームの形意識したいから、まあ優しくがいいんだけど、まあ強い感じでやっちゃうとめちゃくちゃ結構さ、ショートバンドやるの難しいから、まあこれはまた後で言うんだけど、これは違う練習方法ね。これはインパクト上げるための練習です。ですかけど、優しくいいですか。インパクトはそこまで必要としない。コントロールとフォームね、これを必要とするんで、まあ強くやってると、まあ、ネット壊れちゃう。壁に強くやったら本当もっと返ってくるからね。まあそれはそれで違う練習法があるんで、それはその時また紹介します。難しくしたいなら距離を伸ばせとか、そしたらちょっと強さもちょっと強くなってくるよね。しっかりとやっぱ弱さしか求めないけど、うん、距離取っちゃうとあと力の入れ方があるから、まあ難しくなるけど、まあ、レベルが高くなるというか、距離感で例えばどういう強さで蹴ればいいかっていう練習にもなるから、今度はこれまたちょっと距離伸ばすと違う練習法になってくる。フォームもだけど、さらに上積み、フォームプラス距離感プラス、インパクト、ちょっとインパクト強くしないと強いボール返ってこないから、距離伸ばす、ショートバウンドでボール勝利するっていうのは、さっきのフォームプラスアルファの何能力っていうのが、向上するから、何気なくやってんだけど、もう距離感掴んじゃってるから、パワーももう常にこのショートバウンドでできちゃうんだけど、それがもっと離れると、まあ下の方行っちゃうと今みたいにミスしちゃうしとかね、まあ距離が変わるだけでも、まあこうやってショートバウンドで蹴るやり方って違うから、まあ上級者というか近くに慣れた選手は距離取って、まあフォームのさらに進化系というかね、プラスさらにここの、インパクトだったり距離感、力の入れ具合とかね、練習したい選手は、距離伸ばしていくと面白いかも、ね、もちろん難易度は距離伸ばすとそれだけ上がってきます、ね、まあそうやってね、距離を変えていって練習するのもすごい大事だと思うんで、慣れた選手は、どんどん距離伸ばして、チャレンジしてください。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。